野崎チャンネル。プロスピーす。さあ、車の中でもプロスピーね。家でもプロスピー。車の中でもプロスピー。どこでもプロスピー。さあ、ということで、今日はプロスピーどこです。はい。さあ、まずはですね、ちょっとこれを、見てほしいんですけども、このね、TS2 段 33% っていうところをね、これ、イベントを回ってゲットして 33% ですね。3割3分3厘。結構な高い打率だよ。ね。これが当たるのかっていうね、ところでですね、飯田選手が、なんと、小川っていう、ね、まあでも小川はいいよ。今まで極みにして持ってないけど、極みに、できるからね。続いて、この、エキサイティングね、第1打。こう来たの。もう欲しいのはね、松井と坂倉。もうこの二人一番欲しい。だから、もうこれ坂倉引けたらね、ガチャ、やらないでいいやと思ってる、これもね。坂倉が一番欲しいっていう中でね。で、まあ、松井もね、なんかVIPさんの動画で強いって言ってたからね。松井でもいいよ。ね。ところで、なんとね、引いたのがね、この選手って松井オッケーっていうね、一番欲しいところがね、この契約書で引きだっていうのはね、めちゃくちゃ大きかった。そしてね、続いてこちら、則本、称号チャレンジしたのよ。9位スタミナね、同値で行きたいっていうところでね、なんと、全、9位スタミナ同値の、請求も上がって、最高じゃんっていう。これで、ね、成功っていうね。さあ、ということでね、こっからがね、本番というところでね、このセレクション第1弾ね、まあ、山崎総一郎いいけどね、用事ない。ね。泉もいいけどもね、用事ない。ね。タイラー欲しいね。だってタイラー、憧れの選手、里崎って言ってたからね。タイラ欲しい。絶対欲しい。ね。石垣島、なんでロッテ来なかったんやっていうか、なんでロッテ飲んなかったんやって、まだ言ってるっていうね。タイラ欲しい。なんでな、里崎が憧れの選手だから。ね。で、松井はね、取れたっていうね。オッケー。ね。で、山口ね。まあ、いいんだけどね、ロッテね。OB として。いいんだけどね。加藤もね、請求へ乗って、いいんだけど、ここら辺極みにできないからね。塩見もいいね。塩見でもいい。ね。帝京大学。塩見でもいい。外。まあ、外でもいいね。セカンド守れて。ね。広角アーティスト。ね。しかも極みにできるからね。そう。岩崎。うん。極みにできるけどね。高梨はね、通常版持ってるからね。ちょっと今回用事ない。坂倉。憧れの選手、里崎。欲しい。今回憧れの選手、里崎が2人出てるからね。柳もね、俺通常持ってるからね。だから今回はね、一番欲しいのが、坂倉で、次に来るのが外、塩見、平、この4人欲しいね。ということで、もうね、ジジームはカープにして、しかも俺ガチャ演出変わってから初めてガチャやります。だから3回目で坂倉引いたらもう最後やりません。カモン、初めてやるからね。これどうなん？いい感じなの？これどうなの？いい感じなの？全然わかんないからね。初めてだから。これレインボー来たらすごいんだよね。あー。これはどうなの？これどうなの？いやー、これ違うんか。ビーズリー。ピーターズ、おお、中川、でも頑張ってるからね。 PL 最後の選手どうなの？いやー、何もなく佐野、ちょっと今打撃締めりがち。あれじゃ何もないんか。じゃあ2回目、レッツゴー。指名候補、これはダメなんだね。これ多分普通だね。今目閉じたけど、あれなんなん？目閉じたけど。トクン、トクン、トクン、トクン。これは A 確定ってことなのかな。これ後ろカチャカチャとか来て、なんかカメラが来たら、お、ほら、これ何？これも S 確定なの？今の。あれ何？あれは何ですか？ S 確定ですか？あれは。どうなんですか。来い。よー、叩いち。あれやっぱエース確定なんだ。
大田大志3回目ね、確定だからね。さあ確定です、坂倉カモン。目つぶったのもうなんか確定かなんかあんじゃねえっていう。ドキ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 、やれ。あ、これ、あ、なんかブルーになったよ、ブルー。で、ここでプチャプチャってきたら、ああ自チーム確定だったのに。坂倉来てくれ。お、2枚引き、この2枚引き2枚引き。うわ、3枚引きかと思ったら違うかった。さあ最後坂倉カモン、坂倉。いや、まずい、また。いや、まずい、一番欲しいけど、ここのカブリーズはいらんやろ、やばいやろお前これは。でももう3回で3つ来たです、やばいね。いや、じゃあ4回目いくしかない。4回目ね、第2弾で持ってきたかったけど、さあレッツゴー。指名候補トップ。あ、絶対目つぶるんだ、絶対目つぶってた、あれ違うかった。お、ドクン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 、これブルーになったあれだね。これは何もないんだね。よかった。ボリンス。5回目。レッツゴー。指名候補挑戦。普通か。もう一個来たらね、いやトクントクントクン来たよ、レインボー。いや青に光ったらなんかね、確定なんだね。いやー、これ来なさそうだ。6回目まで行っちゃうよ。最後2枚引きでまた合わせろ。いや、泉最後2枚引きでセレクション来へんかな、塩見平ね。さあね、自チームさあ坂口もらいましょう。ここで2枚引きが来るかどうか、レッツゴー。指名候補挑戦、有力指名候補。さあここでもう一回来たらあれだろうね、すごいね。もうこれ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 がすごくて、こっからレインボーでもう一回、最後もう一回行こう。ドク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 。いや、いかへん。これブルー。いやー、いや、来えへんやん、カメラマン。あ、来た来た来た。さあ、2枚引きかも。2枚引きかも。ポランコ、なんかちっちゃくない？ポランコ。さあ、2枚引きかも。うわ、この先。いやー、1枚か。さあ、はい、いらっしゃい、坂倉。まあまあ、6回で4枚か。いや、松井、まあ結局一番欲しいのやつが2枚取れたけどね。取れたけどもっていう話を。まあまあ、でもまあいいでしょう。ね。第2弾も楽しんでいきましょう。皆さんね、どうでしたか？ということで、今日はここまで。これからプロ野球ニュースいってみます。チャオ。